皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は11月9日木曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。今までの鈴子の歌い方は空に向かう感じで歌ってた。それは小さい時から変わってない。でも一度だけ梅丸で腹を立てながら歌ってたよね。そしてそれを聞いた大和さんに、あなたの歌は武器になるかもと言われてた。今回の歌はその歌い方と同じかも。ここにつながる、すごいわ。鈴子に大阪帰る?という羽鳥さん、笑顔できついなぁと思ったけど、これって彼がここまでの日々自分に問いかけてきた言葉だったのかも。自分の音楽が東京の人たちに理解されず挫折しそうになって落ち込むたびに、大阪帰る?帰らない?と自問自答してたんじゃないかな。羽鳥先生の部屋に飾ってあった外国人の写真は、彼がまだ大阪にいた頃、音楽のイロハを叩き込まれた師匠、メッテル先生ですね。亡命ウクライナ人の彼の自宅に実に4年間通い詰め、和声楽、管弦楽法、指揮法などを学びました。モデルの服部良一さんはメッテル先生の写真を大切にしていたとも伝わっています。松永さんとの回想が終わった後の鈴子の表情、羽鳥先生を見ているようで見ていない、その音楽を自分がどう歌うかだけに集中している、自分が歌うものを先生に食らわせてやるという表情を、羽鳥先生はすぐさま察してそれを認める。何かが変わったその瞬間、趣里さんの素晴らしい演技があったね。オープニング前の構図、楽しくない鈴子と楽しんでほしいのに届かない羽鳥の断絶を視覚で伝える稽古場の柱、いい仕事してる。羽鳥先生のキャラクターがどんどん明らかになった回でしたね。笑う鬼という絶妙のニックネームがありながら、息子に注ぐ愛情や音楽以外はからっきしなところ、そして実は鈴子に期待していること、鈴子にとって良き先生になりそうで、見てるこっちがワクワクしちゃうよ。唐島さんがやろうとしたように知識を入れて歌に結びつけさせようという行為も決して間違いじゃないんだけど、それやっちゃうときっと羽鳥さんの要求には答えられなくなるんだよね。知識が感覚の邪魔をしちゃうみたいな。草薙くんの何がうまいって、語り口は穏やかで教養がありつつも、天才ゆえに僕が言ってることを体感で理解してねという無茶ぶりをさらっと嫌味なく演じている。これができる人はなかなかいないですよ。松永さんが指をクロスさせたのはクロスフィンガーズと呼ばれるポーズで、幸運を祈るというまじないのようなもの。クロスさせた人差し指と中指を十字架に見立てている。日本では縁がちょ、悪いことから逃れる、悪縁を切る意味で使われているけど、ところ変われば意味も変わりますね。歌う喜びに満ちていたと鈴子を励ます松永さん、純粋な鈴子が素直な感情を込めた歌が大好きだと伝える、その言葉をこれまた素直に聞いて殻を破りつつある鈴子、大和さんの何のために歌うのが聞こえてきそうですね。チョコレートをあーんしても変にいやらしくなく、気取りすぎてもなく、こういう絶妙な雰囲気を醸し出してくれるの、ニーロさんしかいない。羽鳥善一のモデルが服部良一さんならば、
息子のカツオくんはカツヒサさんになるのかな。そしてブギウギの音楽をその息子である高幸さんが担当する。さらにそのお嬢さんのモネさんはバイオリニストという超がつく音楽一家なのか。すごいな。父親が見届けている間にも鈴子の歌に合いの手を打ち始めるカツオくん。本物の音楽を見つけたんだね。体の鼓動を止められなかったのかな。間違いなく偉大な作曲家の資質がある。鈴子がヘトヘトになるほどのレッスンに連日付き合いながらずっと涼しい顔してる羽鳥先生、音楽の化け物すぎる。ジャズって音による会話だし、その即興漫才みたいな緊張感を楽しむ音楽だから、今日の鈴子みたいな殺したる気持ちで挑むはある意味正解かも。やっと会話できる歌詞と会えて、そりゃ嬉しいよね羽鳥先生。殺したるって気持ちでと言われて嬉しそうな顔になって、もっと殺す気でとリクエストする狂気。お父ちゃまを殺すつもりという言葉をニコニコ聞くカツオくんの胆力がすごい。羽鳥先生のお家のご飯、品数が多くて彩り豊か。チョコレートもそうだけど、まだまだ余裕のあった時代なんだな。大阪から東京への環境の変化、わけわからん宇宙人みたいな師匠、へこんだところに現れるチョコレートの君、何もかもが一度に押し寄せる。そりゃ乙女の心はぐちゃぐちゃになりますわ。それでも持ち前の度胸と素直さで徐々に適応してきた鈴子。秋山は今日出なかったけど大丈夫かな。今日の最後のシーン、鈴子と一緒にアドジーズデジドーだーと歌う羽鳥先生。あれ絶対草薙さんのアドリブだと思う。シュリちゃんめっちゃ笑ってたし。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。